ネットゲチャ始まりました。 MC の水野ゆかりことりんごです。よろしくお願いします。さて、このネットゲッチャのコーナーでは、最近ブロードバンドの脚光じゃないな、ブロードバンドがね、だんだん普及してきて、だんだん脚光を浴びてきたオンラインゲーム、通称ネットゲームを、初心者の方にもすぐに始めていただけるように、親切丁寧に、そして面白おかしく紹介していくコーナーです。そして、今回はですね、いよいよ10月31日に Windows 版、オープンベータテストを開始しました、デジタルカタン、デジタル版カタン、こちらをご紹介したいと思います。ご紹介いただくのは、カプコンの川村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今日紹介させていただく、はい、カタンのですね、開発のプロデューサーやっております、川村と申します。今日は皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてドイツで開発というか、作られたこのボードゲームなんですけど、はい、今回はデジタル版がプレイできるということなんですね。そうですね、はい、うん、この、まあ、世界的にカタンって有名なんですけども、このオンライン版は初めてですので、はい、このオンライン版をぜひご紹介したいと思います。はい、オープンベータテストっていうのは無料ですか？そうなんです、うん、これ今だけなんですけども、うん、オープンベータテストということですので、うん、皆さん無料でダウンロードして、なおかつ無料でオンラインにつなげてプレイしていただけると、うん、いうことになってます。うん、今のうちだけで楽しめる特典ということですね。はい、そうですね。はい、それではですね、そのダウンロードと、手続きの手順を教えていただけますでしょうか？はい、これ手続きは非常に簡単です。うん、もう皆さんこれご覧になられた後、見ながらでもいいんですけども、はい、もうすぐダウンロードしていただきたいと思います。うん、はい、このダウンロードはですね、うん、カタン公式サイトというのを我々作っておりまして、はい、そこからダウンロードすることができます。うん、この URL はですね、www.katan.jp、 ここにつなげていただけると、このカタン公式サイトが立ち上がります。はい。ここでですね、このカタン公式サイトは、このデジタル版に限らずですね、アナログ版ですとか、うん、いろんな情報、大会の情報、まあ、このボード版の大会の情報ですとか、はい、あとですね、いろんなうちの関係者の日記とかも載ってます。私も週に10日に1遍書いてます。あ、そうなんですか？日記の名前とかあるんですか？日刊カタンっていう、日刊カタン、はい、うちのスタッフが毎日入れ替わりで日記書いてます。なサイトがありまして、この中のですね、下側のこのデジタル版、PSBB&Windows オープンベータテスト、はい、10月30日スタートっていうところをクリックしていただけると、はい、今度はですね、デジタル版の公式サイトに移ります。はい、でこの中のですね、エントリーというのを選んでください。はい、エントリーをクリックすると、ここでもダウンロードできまして、はい、これでダウンロードしました。ダウンロードしたものを、ダブルクリックしてインストールします。はい、この後ちょっと若干だけ手続きが必要になります。はい、このカタンをですね、遊ぶためには、スターオンラインというですね、うんうん、こちらいろんなゲームのですね、ポータルサイトになっています。うん、たくさんあるんですよね。そうですね、カタン以外にもですね、いろんなゲームがある、このスターオンラインのサイトに、はい、行きまして、ここでですね、まずは、スターオンラインの会員登録というのをしていただきます。はい、これ無料ですので、うんうん、簡単に、すぐアカウントが取れます。はい、これで ID とパスワードを取ったらですね、うん、次はプレイ登録、これはカタンを購入するっていうことをしていただきます。ただ今回はタダですので、はい、単純に登録するだけです。はい、プレイ登録をして、先ほどですね、スターオンラインで取得した ID とパスワードをここを入れていただいて、はい、ログインと押せばこれでもう手続き完了です。はい、うん、あ、なるほど。立ち上げるとこんな画面に。これタイトル画面です。はい。で、はい、最初に、スタートを押すと、うん、メインメニューに行きます。ここに初めてのカタンっていうモードがあります。はい、これを選ぶとですね、ルールを一から覚えることができるモードがあります。うん、このログインをするためには、うん、先ほどの、あ、これ自動ログインになります。はい、ここでですね、先ほどスターオンラインで取得した ID とパスワードを入れていただければ、うん、このログインできます。はい、でサーバーの方に接続しまして、うん、ログインするといろんなメニューが出てきます。はい、オンライン対戦、コンピューター戦、チャットスペース、ニュース、ランキング、ショッピング、カジノ、サバイド、ログアウトというメニューがあります。はい、でショッピング、ここが、結構このカタンオンラインの売りなんですけども、うん、最初にですね、自分のログインした時に自分のキャラクターを作ります。はい、キャラクターが作れるんだ。はい、あ、さっきのロケットマンさんっぽい、アロハシャツの女の子のキャラクター
ターなんですけども、最初のキャラクターを作れます、はい、で、こう所持金って書いてますけども、はい、最初ログインすると、今3000で設定してるんですけど、3000ゼニー毎月このゲームの中で使えるお金ってのもらえます。へー。でこのお金をどう使うかと言いますと、はい、人と対戦するときに実はこのお金をかけて対戦していただきます、はい、あー、なるほど。まあ、0円でも戦えるんですけども、あ、はい、まあ、100円100ゼニーで対戦しようよ、うん、300ゼニーで対戦しようよと、はい、いうことでお金をかけて対戦します。へー。で例えば100ゼニーかけて4人対戦しました、はい、勝ったらその全員から100ゼニーを集めると400ゼニーと300ゼニー儲かるんですね、うんうん。でお金をどんどんその買って貯めていきます、はい、でそのお金をどう使うかといいますと、うん、このショッピングで自分のですねキャラクター用の、はい、アイテムを買うことです。すごい。テンガロンハット。テンガロンハット。このテンガロンハットには何か効果があるんですか？ありません。おしゃれ、おしゃれなんだ。おしゃれです。おしゃれ。あくまでおしゃれです。はい。で最後 BGM。今オープニングも結構あのおしとやかな、はい、悲しみの曲が入ってるんですけども、あ、そうなんですか。この BGM でいろんな曲を買ってまた BGM 入れ替えることができる、はい、あ、買うんだみたいな。お金の使い道は結構いろいろありまして。なるほど。それではですね、ちょっと早速なんですけど、そうですね、はい、コンピューターと戦うモードで、はい、でこれコンピューターキャラクターたちがですね、いろいろ喋ってきます。うーん。私ロケットマンさんが一番です、うん、はい。で最初に好きなところに家1個置くことができます、はい、でここもどうしようかなと悩みつつ、結構マジで悩んでますけども、はい、あ、そっか、好きなところを決めて、ね、確率家を置いて、あ、もちろん、うん、私もそこはいいと思います。褒められてしまいました。なるほど。みんなちょっとバラエティに富んだ置き方で。そうですね。だけど抜け目なく。抜け目なく。はい。はい。じゃあサイコロを振ってみましょう。これでゲームスタートしました。よい。サイコロ振って10が出ました。お、10の土地から。入りましたね。はい。じゃあチャンスカードを使ってみましょう。はい。先ほど引いたソルジャーカード、マッチカードと呼びますけども、これを使って、はい。誰に邪魔しようかな、はい、じゃあまあ適当にちょっとこの辺で、はい、ああ危ない、ああ、自分のところだ。危ない危ない、はい、でウルフ船長かオチョウから1枚ずつカード、あ、どちらからか1枚カード、はい、じゃあオチョウから作ってみましょう。火を取りました。じゃあ私もちょっとトレード仕掛けてみますね。交渉で、はい、鉄が私余ってます。鉄をあげるとみんな何をくれるっていう、こういう交渉もすることができます。うーん。お、鉄をあげるとウルフ船長は、土をくれました。ちょうどよかった。土欲しいので本当にちょうどよかったですね、うん、はい、これで木と土が揃いましたので道を1本えいと行くことができます。お、ん、さらにウルフは町を作りました、はい、町アップグレードして町になったので4点になりました ね。セオリーは序盤にを立てて、うん、中盤に町を作って後半チャンスカードを引くっていうのが、うん、まあ、一応セオリーなんですけども、うん、本当にカタンをですね、このなんていうんでしょう、マイゲームマイゲーム、はい、あのこの土地の数字が変わりますので、うんうん、出る資源の量っていうのはゲームごとに違うんですね、はい、うんうん、来週はですね、皆さんと視聴者の方と一緒に対戦したいなと思います。ぜひ私は川村さんと対戦したい、大変じゃないよ大変なことしてどうする、怖いね、来週は対戦したいという方はですね、あのご自身がお持ちのパソコンでこのデジタル版カタン、こちらが、プレイできるかどうか確認していただいて、パスワードじゃないな、ご自分のハンドルネーム、メールアドレス、そして参加希望の意気込みを書いた上で、getcha@hitpops.co.jp こちらの方にメールを送ってください。さあ、私もね、ちょっとこれものすごく面白くって、はい、家で練習してこようと思うので、そうですね、来週まで1週間ありますんで、うん、そうなんですよ、すごい強くなってたりして、はい、ちょっと川村さんに勝てるかなっていうので楽しみなんですけれども、はい、また来週もよろしくお願いします、はい、こちらこそです、よろしくお願いします、はい、次回の放送は11月20日21時からです。皆さん来週もお楽しみに。 MC の水野ゆかりと、カプコン川村でした。バイバーイ。